松岡茉優、最高の教師、芦田愛菜の死で松下洸平、吉田羊が、本格参戦、新章突入で、教室を飛び出す、壮大な復讐劇へ。夏の日本テレビの恒例の、24時間テレビのため、一瞬空き、9月2日、松岡茉優、28、主演の土曜ドラマ、最高の教師、1年後、私は生徒に、された、日本テレビ系の第7話が放送される。8月19日に放送された第6話では、鵜久森、芦田愛菜、19、が転落死するという衝撃のラストに、視聴者の考察が過熱している。第6話、背景、今を生きるすべてのあなたへの内容は以下。2023年10月2日、九条里奈、松岡茉優が鵜久森と昼食を共にしていると、自分自身が、2週目、であると告げ、鵜久森もそうではないのかと問いかける。鵜久森はその通りだと認め、自分で自分の一周目を終わらせたと告白。里奈も、卒業式の日に生徒の誰かに殺されたことを明かした。一方、文化祭の打ち上げの際、鵜久森に、好きかもしれないと告白したコチや、トーマアミ、16、は、休学届を提出する。里奈、松岡が理由を問うと、鵜久森のいじめを見ないふりをしていた自分には告白する資格はなく、彼女からの返事が怖くて逃げたと明かし、それでも、あの時の言葉の続きが知りたいと本心を吐露する。その後、里奈は鵜久森を科学室に呼び出し、コチアと二人きりにする。鵜久森は自身に起きていることを明かすと、ありがとうと声をかけ、コチアの思いに全て答えられないが、本当に嬉しかったと語る。その後、鵜久森のロッカーに一枚の手紙が、新校舎の吹き抜けに来るよう記してあり、そこで、鵜久森が誰かと対峙すると、という展開。芦田愛菜の途中退場という、まさかの展開に考察が盛り上がり、X、Twitter 上では、鵜久森、何かを奪い取ろうとしている。明らかに彼女より上勢のある星崎一択状態だな、など、鵜久森を転落させたのは、コチアとの秘密を記録したデータを持った、星崎、奥平大金、19、という声が多い。また、問題児集団の一人、西野、茅島瑞希、19、など、他の生徒の名前も挙がっている。話は教室の外に広がっていく。また、生徒以外にも、怪しいのは文化祭で鵜久森と会った松下洸平。あと吉田羊はこれなら何かありそう。普通の母親で終わらないで、書など、里奈の夫、蓮、松下洸平、36、や鵜久森の母、美雪、に関する考察も少なくない。謎は深まるばかりだが、次回から始まる新章では、どんな展開が待っているのだろうか。これまで生徒メインで話が進んできましたが、松下と吉田がより深く関わってくるのは、キャストの格から見ても間違いないでしょう。教師役の荒川よしよしや犬飼北けらも、これまでおちゃらけシーンばかりでしたが、それだけで終わるはずがありません。今後は生徒以外の人間を巻き込んだ、里奈の復讐劇が始まりそうです。元作と同じスタッフが制作した3年 A 組、今から皆さんは人質ですも、最初は水泳部のエース、影山、上白石萌歌、23、の自死から始まり、ドーピング疑惑からのいじめ、フェイク動画などの発覚、教師や警察官を巻き込んだ事件に発展した。その流れから見ると、今作も舞台は学校内だけでは収まらず、物語が大きく動きそうだ。今回、鵜久森は1学期の5月23日にいじめを苦に不登校となり、10月に橋から飛び降りていて、その間に起きた文化祭前日の襲撃事件も知っていたことが明かされてました。また、3回目は絶対ないと確信していましたが、里奈と同様に未来を変えるという強い意志を持っていて、彼女が残した何かがこれからも物語全体に関わってきそうです。公式サイトの次回のあらすじによると、里奈、鵜久森の母、美雪、から受けた言葉や、夫、蓮、松下の支えに心を突き動かされるようで、二人の復讐劇に絡んでくることを匂わせている。先が読めない今作。新章も目が離せない展開が続きそうだ。芦田愛菜、泣いちゃう。松岡茉優と笑顔でお別れにしよっと、退場はしたものの、鵜久森は回想でまだ出てきそうな。